はい、どうもラウンズでございます。今日はね、いつもと、違う、角度からのお送りなんですけども、ですね、もうこのね、椅子もう半年は経たないけど結構いい感じですね、こうやってね、ガコッ、最近ちょっとね、こうやると力をこうやるとね、ガコッってなりますけど、まあまあそれはいいんですよ。で、そうじゃなくてね、問題があって、これね、この椅子いいんだけど、で下フローリングなんですよね、下が地面がね、地面がっていうか、まあ、足元がフローリングなんですよ、畳じゃなくて。で、何が問題かってね、傷がつくんですよね、このなんていうのかな、この椅子のコロコロの部分がプラスチックで、コロ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 になるためにこのなんかね、フローリングへこんでるっていうか、あとね、ワックスがすごいね、取れてる感じで、粉がすごいですよ。間違いなくでも傷んでるのは間違いないので、ということでね、あの100均 の、 あの滑り止めゴムをとりあえず置いてた。でそれでね、まあちゃんと専用の買わないの、買わないとなと思ってて、もう半年近く経ってしまったと。でもう最近ね、本当にボロボロすごいし、もう100均の滑り止めまた買い直すかと思ってたり、あとね、ちょこちょこ思ったのが、広瀬とかホームライドに行った時に、あのテーブル用のなんかあるじゃないですか、あの透明の敷くとか、あとあの机の上に敷くなんか透明のやつ、あれを買おうと思ったら意外に高くて、と思ってて、でね、まあまあとりあえずちょっと見てくださいよ。はい、こんな感じですよ、こんな感じ。ほらほら、なんかピンクのがね、すぐボロボロ取れちゃうんだよ。これ掃除して、ほら、見て、これ分かるかな、分かるっすかね。ほら、ね、このなんか粉っぽいやつは、だいたいなんかこのフローリングのなんかワックスが取れた感じのやつなんだよね。これね、何日か前にこう、あれだよね、掃除してもこれだよ、あらら。でピンクのがとにかくボロボロ落ちて、これがあのこういう スリッパ履いてんだけど、スリッパの上につ ついてて、部屋の中どころか家の中全部なんかこれが散らかってるらしいんだよ。ということでね、ちょっと探してました。ということでね、探してたんですよ。でなんかいいのねえかなって、もうとりあえずテーブルクロスのやつ買うかと思ってたんだけど、あったんだよ。うん、ポッポッと見てたまたま近くなって、おいいじゃんと思ったな、これ。いや結構探したけどね、俺見当たらなかったんだよね。ほら、チェアマット、傷を伏せるっていうね、守るか、 120cm だったね、もう結構大きい。欲しかったのは120なんだけど、あのテーブルクロスのやつ90か 100超えるとね、なんかすごく高くて、これ同じぐらいの買おうとすると4000円ぐらいするんだけど、あのこれね、2000円ちょっとだったかな、それこっち買うよね。はい、買ったのは広瀬でございます。まあ最初は買えよっていう話なんだけど、はい、そんな感じで、まあ、買ってきたわけです。でちょっとね、これをね、敷いてみたいと思います。ほら、あの椅子の部分だけ、あのこれワックスが剥がれちゃってるんだよね。まあまあこれはいいとして、ね、ではね、食べていきましょう。上から手がでいいのか、勝手にいい感じ。これが、ね、意外とがっつり硬いわけじゃない。これどっちが表裏書いてますね。ザラザラした面が、上になると。これね、どっちかがね、まあ、ゴミがすげえな。こっちが、ね、ザラザラ、こっちツルツルなんだよね。
こっちがダラダラ。ダラダラが上らしいです。よし。わ、今度はね、記念します。よいしょ。まあ、というかね、引いてみました。まだね、ちょっとこの曲がりがあるんで、あ、まあ、逆曲げすればどうなのか。逆曲げしようか。こうやって、こういう時は逆曲げ。こういうものは逆曲げするといいですよ。よいしょ。よいしょ。こういう感じで、引いておきますと。ね、ほら、パッと飛ばす。で、反対からも一回曲げてやるんですね。最初はこれ買えばよかったね。これね、両方からやった方がね、結構いいです。片方からやるだけじゃなくてね、こんな感じで。はい。ぴったりで、まあかなりね、ピタッと折り曲げのあれがなくなりますから。あと、クリップが減りますから。お、いいっす。はい、はい、こんな感じで、ね、完成でございます。いかがだったでしょうかね。まあ、ただこの PV シェアマットをね、引いただけっていうだけなんですけど、まあ、ちゃんとね、専用のものを最初から買えと、いった感じです。ちょっとまあ暑いですね。はい、以上でございます。ご視聴いただきありがとうございました。いつもご覧いただきありがとうございます。まだチャンネル登録をお済みでない方はこちらのボタンよりチャンネル登録をお願いします。スマホで見ている方は下のチャンネル登録より登録をお願いします。